久保さん、闇が深いですね。闇が。まあ、確かにね、一つの法案を通すと、そこに、その法案をこう、実践していくための、天下り先っていうのがで,できる、この、なかなかいい、あれじゃないですか <laughs>。確かにね、そう言われるとそうですよね。マイナンバーカードもすごいですよね。確かに、マイナンバーカードを実践するってなったら、そこに達する雇用が生まれますからね。 であとね、受注先システムの受注先だったりとかいろいろありますからね確かにないってらっしゃい